報浅野拓磨、ブンデス名門シュプットガルト移籍かきたう。ボーフムと契約が満了したフォワード、浅野拓磨の移籍先に、名門シュプットガルトが有力候補として上がっていることが2日までに分かった。複数の関係者によれば交渉は大詰めで、早ければ今週中にもまとまる可能性もあるという。米印サッカーファンの反応。浅野、クソステップアップで腐う。浅野はフリーだから移籍金で円だからな。しかも給料もかなり安い方。ついに浅野ガチャチャンピオンズリーグフェスが見れるのか、胸熱だな課金するわ。同格の相手にはさっぱりでプレミアやバルサマドリー相手にスーパーゴールする浅野。早く見てー。佐野ドイツ行ったし、浅野も上位にクラブに行けば面白くなる。フリーだし貧乏シュツットガルトにはちょうど良いかも。役には立つよー。日本人名になったから新たな日本人欲しくなったんだろうか。でもまた微妙なの。日本代表見て浅野下手だと思ってる人多いだろうけど、ボーフムだと上手い方だったりするからな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。